本日紹介するのは足立梨花さん。1992年10月16日生まれ、身長164センチ、スリーサイズが79、56、85、長崎県出身、血液型は A 型、大きいお尻が特徴的な足立さん。数多くのバックショットが公開され、この動画を見に来るような人であれば、1回ぐらいその素敵なお物を拝んだことがある人も多いことでしょう。本当に見とれてしまうような芸術作品と称しても過言ではないですが、それに反してという言い方は実に失礼かもしれませんが、本人もこれは言っていたのですが、胸にコンプレックスがあり、またファンからもそれについていじられることが多いんだそうです。それゆえか2019年にテレビ番組へ出演した際には育乳を始めたと語っていました。育乳とは胸を育てる、あの育乳のことで、足立さんが行ったのはアイリーン式育乳マッサージというものだそうで、具体的には背中やお腹、そして腕などの肉を胸に持っていき、乳腺を刺激するといったもので、それらを器具などは使わずに全て手で行うんだそうです。これによりもともと B カップだったのが E カップへと育ったそうです。とはいえ最近のグラビアを見てもそれほど効果があったようには見えませんが、そんな足立さん、2008年に写真集1冊目を出版し、2015年まで定期的に出していたのですが、その後しばらく間隔が空き、2022年に突如の出版で見事なセミを披露しています。突然の出版の理由は30歳という節目を迎えて何がしか残したいとの思いがあったようですが、翌年に結婚したことを考えると独身時代最後の思い出だったのかもしれません。結婚したからグラビアを引退するなどといった話は出ていないようなので、今後の活躍にも期待したいですね。当チャンネルでは毎回話題のグラビアアイドルを取り上げていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。